いらっしゃい。今日はどうしますか？あなた様は。よう、クオン。ちょいと新入りを紹介してんだが。存じ上げております、時継様。本日はどのようなご用件でしょうか？話が早くて助かるぜ。こいつに御霊のことを教えてくれねえか？御霊でございますか。なるほど。私は御霊の御子、戦学の身ですが、知っていることをお話ししましょう。よろしいですか？御霊は物の負の力の根源、鬼に囚われた英雄の魂です。その魂を鬼より取り戻し、力となすのが古くからの物の負の習わし。あなたの体にも力強き御霊が宿っております。それがどなたの御霊かお分かりですか？はて、そのような英雄がいたでしょうか？私が代わって感じ取りましょう。源の義経、平安時代を生きた若き英雄ですね。おや、別の御霊の存在も感じます。あなたは複数の御霊を宿すのですね。なぜあなたにそのような素質があるのか私には分かりかねますが、その素質を気化とし、様々な御霊を集めると良いでしょう。まずは御霊を装着してはいかがでしょう？九郎方眼義経、いざ参る。御霊は戦いの経験を重ねることで、少しずつその真なる力を解放していきます。積むべき経験は様々です。御霊の声に耳を傾けるとよろしいでしょう。ちなみにですが、私は御霊の成長を促す技を心得ています。早く御霊を成長させたいときは私の再始動にお立ち寄りください。また趣味で小料理屋も営んでおります。そちらもどうぞご贔屓に。御霊はあなたの友であり、力の源。それでは行ってらっしゃいませ、お客さん。いらっしゃい。お疲れ様です。よし。
次のもの入れ。見慣れん輩だな。かぐや様の御前だ。名を名乗れ。貴様が魔女の言っていたもののふか。やめよ、ヤクモ。博士に失礼だぞ。は、申し訳ありません。東から来た者よ、聞けば里の者の譜になりたいそうだな。それには我ら隊長二人の許可がいる。まずは名乗っておこう。私はヤクモ、この絵舞台の隊長にして里の次期お頭だ。貴様も名乗ったらどうだ、侍よ。当屋だ。侍を率いている。覚えておくのだな、我らの名を。態度のでかい新入りだな。ここは中津国の西の最前線。戦力が増えるに越したことはない。貴様がもののふになりたいのだ、許可を与えてやらんでもない。だが一つ重要なことがある。貴様は機内と戸様どちらだ。そんなこともわからんのか。やはり貴様は戸様か。答えたくないということだ。好きにさせてやれ。それならそれで構わん。近衛でも侍でもないだけのことだ。貴様は紅月に預ける。はぐれ者を束ねている者の札。貴様が使えるか否かは奴に判断させる。それでいいな、侍よ。異論はない。かぐや様、ご決裁を。許す。お主の好きにせよ。は、ありがとうございます。紅月は物の不本部にいるはずだ。つなぎはつけておくから。あ、一つよいか。お主は東の果てから来たそうだな。そこはどんな場所だろうか。よければ話を聞かせてくれないか。な、何？そんなことがありうるのか。かぐや様、そろそろ次の謁見者も。そうか、ならば仕方ないな。博士は元気か。よろしく伝えておいてくれ。そういえば名乗っていなかったな。私はかぐや、里を守護する神垣の巫女だ。また来てくれ。謁見は以上だ。紅月のもとに行くがよい、東の物の府。よう。また会いましたね、時継ぐも。私に何かご用ですか。ああ、そうですか。ヤクモが私に任せると。ちょいと事情があってな。こいつは里の物の譜になる必要がある。わかりました。僭越ですが私がお預かりしましょう。
なんだ、新入りか。面白そうなやつじゃねえか。ちょっと俺と遊んでけよ。オムラ、少しおとなしくしていてください。ああ、つまんねえな。こちらはホムラ、あなたの同僚になります。少しバカですが、根は善人です。仲良くしてやってください。いや、誰がバカだ。面覚えとくぜ、新入り。こいつらはこの絵でも侍でもねえ、独立部隊みてえなもんだ。俺たちの協力者でな、たまに発明品の実験を手伝ってもらってる。博士には第四がありますから、少しでも恩返しになればと思っています。それはさておき、私とホムラはこれから任務に向かうところです。昨日襲撃があったばかりですから、周辺の紹介をすることになっています。よければ二人も任務に協力してくれませんか。いいのか。こいつはまだ里のもののふじゃねえぜ。構いません。腕前は昨日見せてもらいました。それにこの任務をもって証の儀とすればよいと思っています。なるほどな、そういうことか。あなたが里のもののふになるためには証の儀を行う必要があります。マホロバの里の伝統で、新参者の力を試す儀式のようなものです。簡単な任務を与え、その結果によって里のもののふにふさわしいか判断します。ヤクモが私に任せると言ったのであれば、私が試験官に選ばれたということでしょう。であれば、この任務をもってあなたの証の儀としたいと思います。任務にはいくつかの目標があります。それをすべて達成した上で、異界近くの監視小屋まで来てください。無論あなた一人の力でやれますか。迷いのない良い目です。何かあったら迷わず里に戻れ。いいな。勝手にくたばんじゃねえぞ。大丈夫です。己を見失わなければ勝機は常にあります。では監視小屋で会いましょう。何時に英雄の導きがあらんことを。